それでは井上尚弥選手の再計量を行いたいと思います。井上尚弥選手 53.45kg、 53.45kg で、パスです。井上尚弥選手 53.45kg で計量クリアとなりました。では続きましてポール・バトラー選手の計量をお願いいたします。ポール・バトラー選手は 53.50kg で、パスしております。ポール・バトラー選手 53.50kg 計量クリアです。ではまずマスクなしの状態で正面を向いていただいて、奥のムービーカメラの方へとポーズをお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは続きまして正面のスチールカメラの方々に向かってポーズをお願いいたします。よろしいでしょうか。では続きまして、あ、なおこの試合の勝者には WBO より、この試合の勝者には WBO の特別ベルトが授与されます。現在明日の WBO のスーパーバイザーを務めますレオン・パノンシーロスーパーバイザーより、その明日の勝者に贈られます WBO の統一ベルトが、明日の勝者には渡されるベルトが今皆様にプレゼントされております。では続きましてフェイスオフの写真撮影に移りたいと思います。両選手マスクの着用をお願いいたします。失礼いたしました、マスクはなしでお願いいたします。
ありがとうございました。ぜひバンタム級